次プロの予選を行います。さあ今度は C ブロックです。出場チームご紹介ください。はい、それでは紹介してまいります。 C ブロック1番目九州は大分大丸田馬車、2番目は東京から鎮東東屋、3番目は東京鎮東月島宣伝車、4番目が中部は愛知鎮東海鮮車、そして5番目が東京から鎮東喜助、6番目東北は秋田ダースポ鎮東台、そして7番目が中部は愛知でんでん屋、はい、そして8組目が中部は富山サウンドマシン、以上の8チームとなっています。はい、それでは早速 C ブロック参りましょうか。はい、それでは参りましょう。 C ブロック1組目です。九州は大分大丸ラッパ社の皆さん、今回のテーマはきらめいて富山、 PR 企業は富山信用金庫です。それではどうぞ。パフォーマンスでございました。はい、さあそれでは、はい、大きな仕掛けが今度またいろいろ来ました ね、 ね、はい、楽しみです。はい、お大丈夫ですか。大丈夫ですね。大丈夫ですね。はい、それでは C ブロック2組目ご紹介させていただきます。東京は鎮東東屋の皆さん、今回のテーマができるかな、 PR 企業は富山市北
南八尾山田商工会です。それではどうぞ。Thank you.
ずあれの美味しいお肉は丸町神戸屋、美味しい惣菜神戸で一口食べれば心は丸く気は長く、みんなニコニコ家庭は円満、皆様に愛し愛され65年目指すは創業100周年問題があるかもしれませんけども、テストつけるようなもんじゃないですね。そうですね。なんか本当見てるとそう思うもん。そのチーム、そのチームのその何ていうの、個性というかね、はい、そういうものがあってね、いや本当に楽しいなと思いますけどもね。さあ、続いて参りましょうか。C ブロック4組目でございます。チームは愛知から参加していただいております。新道海鮮社の皆さん。今回のテーマが春蘭妖艶 PR 企業は日以降です。それではどうぞ。よーい、かけちゃそれが薬だー。
袖から見てるともうねドキドキするんですよ本当に。今お客さんの方からはいオッケー、ね、ディレクターの方からじゃないありがとうございましたはいはいはいね、私失敗しないので決まりましたね、決まりましたねいいですね、はい、はい、それでは続いて参りましょう、はい、C ブロック5組目になります。ご紹介して参りましょう。東京からちんどんきすけの皆さん、今回のテーマは旅は道連れ3人男、 PR 企業は清月です。それではどうぞ。輝きでやってまいりました。楽しい富山の旅。ああ、疲れた。
ついてそうそう疲れちゃったの。じゃあここお食事にしましょうか。じゃあまずキュッと一杯。いやいや回転寿司、キュッと一杯寿司、キュッと一杯寿司ラーメンと三人三様一歩も引かず。こんなわがまま家族の食欲を一箇所で満たしてくれるのがキトキト一番とヤンバルシェ。おくにゃーしあくにゃーしおてがみ、さあ C ブロックあと残り2チームということになってまいりました。はい、さあそれでは早速まいりましょう、はい、C ブロック7組目になります。はい、チューブは愛知弁天屋の皆さん、今回のテーマはズッコケチンドン女道、 PR 企業はドリームスタジアム富山です。それではどうぞ。せーの、よいしょ。
大丈夫だとは思うんでもないんですけども、今年も本当に可愛い3人、ね、娘さんで本当に、ね、女性3人でいつも、ね、チャレンジしてもらってますけどもね、素晴らしいパフォーマンス繰り広げていただきました。はーい、 いやー、Cブロック、ね、いよいよ残すところあと1チームだけということになってしまいましたけどもね。いや、本当にこの Cブロックの戦いもね、熾烈を極めてますよね。はい、このチームが、ね、明日進むのか本当に楽しみでございます。はい、さあそれでは早速参りましょう。はい、それでは参ります。大丈夫ですか。はい、C ブロック8組目でございます。チームは富山からサウンドマシーンさん。今回のテーマが笑顔、 PR 企業は立山黒部観光。それではどうぞ。立山黒部観光。終了したわけではございますが、さあさあ
さあさあさあ、いやしかし本当にね、激戦でしたね。うん、これ審査員の方々もね、あ、大丈夫ですか審査員、はい、頭を悩ませていらっしゃったんじゃないかと思います。はい、それでは C ブロック8組改めて登場していただきます。皆さん大きな拍手でお迎えくださいませ。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でございました。さあ、Cブロック8組登場していただきましたが、はい、分かってますね。A ブロック、B ブロック見てなかった？一応聞いてみたいと思います。明日の本戦、私たちのチームが勝ち上がったんじゃないかな？お、まだまだ。聞いてからね、はい、社長立ち上がれなかったんじゃないかなという、勝ち上がったんじゃないかなというチーム、はい、手挙げてください。社長おお、上がりましたね。あら、なんか今年みんな遠慮深いよね。謙虚ですね。なんだろうね、上がりませんでしたけど、いや、私に謝られてもさ、な、自信ないの？失敗したね。そうなの、言わなきゃいいの？わかんないですよ。まあ、審査員もう終わっちゃってるけどね、審査ね。はい、お疲れ様でした。自信ない？科学的に見て。科学的？おお、なんかあるんですか、科学的な根拠が。論理的には。ね、わかります。はい。わかります。なんか後ろからアドバイスが、はい。自信は？ちょっと物理的に。物理的にね。はい。お姉様、いかがでございましたでしょうか。私、全国のお釜代表して頑張ったと思うわ。普段からそういう生活ですか？ノーコメント。はい。お疲れ様でした。手上がってましたよね、自信はある。いや、もうそのために頑張ってきましたから。そうですよね、そのために頑張ってきたんですもんね。まあ、結果はどうあれ、結果はどうあれ、とりあえずこのでかいのが3分で終わるっていうのが ね寂しい限りですけど、まあ明日につなげていきたいです。美味しいんですよ、本当に。私も何回か、はい、行ってます。はい、お疲れ様でした。経済的に無理でしょう。経済的かい。経済的かい。どうでした？感情的に行きたいです。感情的には行きたい。どうですか、なんかチーチーになってる。あ、そうなの？本当に自転車乗れないんですか？本当に乗れないの？うん、いや、そんな自慢することじゃないけどね。お疲れ様でした。いの一番に手が上がりましたが、やっぱり自信満々。ずっと審査員の皆さんの顔を拝見したんです。僕らの時は一番笑顔で一番元気な顔をなさってやったのでも言われたの。それ知り合いだからじゃないんですか。さあ届いてます。届いてます。はい、はいはい、さあということで、うわ、そうです、そうなんです、そうなんです、そうです。川崎さん、実はですね、得意な、それでは C ブロック得点を発表させていただきます。はい、それでは発表いたします。はい、1番九州は大分大丸ラッパ社の得点85点。東京新都東屋80点。3番東京新都月島宣伝社の得点85点。チームは愛知新都海鮮社の皆さん84点。5番東京から新都喜助の得点85点。チームの6組へ、東北秋田ダスト新都隊の皆さん93点。10
Cブロック最後に登場していただきました地元富山三丼マシンチーム86点ということで1位は東北秋田ダーストチンドンタル決定です。そして2位がなんと同点でございます。弁天屋さんとサウンドマシンさん86点で並びました、はい、ということは抽選ということになりました。抽選です。各チーム、2チーム代表の方どうぞ前へお進みください。代表の方前へお進みください。一番運の強い方さあ、そう、じゃんけんしてる早く早くじゃあ、順番的に、はい、メンティアさんから相撲だとね、もう一回戦うもん。いや、相撲じゃないですはい、じゃあ、メンティアさんからこの箱の中にね、ボール入るんですけどボール、まだ直接見ないでくださいね、頑張れって頑張りようないじゃないですか、それさあ、サウンドマシン、あ、スタイル取りました。さあ、それではボール得点発表してください。まずは弁天屋6点ですね、はい、6点そしてはい、3点ですということで、アジ弁天屋2位通過